わっちゃう可能性ありますよね。新大阪行きがもしかして混んでるかもしれないと、今じゃ取れないかもしれないので、とりあえず今取りたいと思います。まるっとカリッと。で、今日はナレッサのロケでキウイバーガーを食べて、その後ドライフラワーのお店に行って、で、オムレツを作って、で、あとグラノーラを作りました。だから結構今日は健康志向のものをたくさん食べたので体は元気です。で、これはバッグなんですけど、バッグをこの横にして通る人が分かんないように一応やってます。油取り紙ね。
ど、噛んだりとかすると歯がすごい痛い。全部いろんなゲームが入ってる。